やっと白馬村に入ったんだけど、外の景色でどれだけ撮りためてたのかバレそうなんだけど。え？実際どれくらい撮りためてたの？こちら前回の柳場駅の動画、こちら撮影日が5月10日になってまして、に対して今回の南上城の撮影が2023年11月23日ですね。だいぶ撮りためしてたな。柳場駅の撮影に行けなかったのが大きいですね。まあそんなこと気にせずに駅訪問していきますか。それでいいのか？それではゆっくりしていってね。無理やり始めやがったよ。はい、ということで入り口まで移動してきました。今回紹介する南上城駅だな。てか、南上城って大体どのあたりにあるの？南上城駅は白馬村の最南端にある駅で、南に1キロ行くと白馬佐野坂スキー場があったり、南南東に約 1.3 キロくらいかな。それくらい行くと姫川源流自然淡活園があるわね。姫川源流自然淡活園は、糸魚川まで大糸線を付きまとう姫川の源流部にあたるところだな。付きまとうって、ってことは、周りは自然豊かな土地って感じなのか。まあそうなるわね。こんなところにいてもあれだし、ホームの方行ってみるか。ということでホームの方来てみたぜ。やっぱ南上城に来たら見てもらいたいものはこれよね。関東、甲信越、東北地方と東日本地域を管轄する JR 東日本、その広大な路線の最も西にある駅を表す表示、 JR 東日本最西端の駅、南上城駅。南上城ってそんな西にある駅なのか。見てもらえばわかるけど、長野県の中でもだいぶ西にあるし、太平洋まで南に行くと掛川とかだからね。そう考えるとかなり西の方じゃない？だいぶ西だよね。この事実を知ってる人はどれだけいるんだろうな。この動画で知ってくれる人が増えてくれるといいね。こちらが待合室ね。待合室の入り口とワンマン乗車口が同じ位置にあるのはかなりありがたいな。ホームがこんなになるくらい雪が積もるもんね。さすがに除雪とかはしてくれるけど、やっぱ靴とかが濡れると気分は下がるからな。こういう配慮はかなり嬉しいぜ。待合室の中は特にこれといったものはないわね。いつも通りの時刻表、これまたいつも通りの各駅への運賃表と、まあ必要最低限の設備があるだけだね。最近、他の人の北海道の鉄道旅の動画見て思ったんだけどさ、大糸線は多くの駅が頑丈な待合室が設置されてるじゃない。冬とか寒いし、これくらいないと凍えちゃうもんな。北海道の無人駅なんて掘ったて小屋とか物置だから、冬場とかあれ絶対寒いって。まあ、ドサンコは特別な訓練を受けてるみたいだし、そういうもんなのかな。公衆電話もありました、丸。ホーム端まで来たんだけど、普通に靴濡れた。雪積もってんだから行かなきゃいいのに。端からが一番俯瞰できるから、これ常識だから。そんなの初めて聞いたんですが、私も。多分このままだと一向に進まないから不安にあります。南上城は一面一線の防線駅。まあ開業が1942年と、この区間が開通してからちょっと時間が経ってからの開業だから妥当かな。貨物列車の取り扱いもなかったからね。Google マップで測ってみたら有効長はだいたい120メートル。6両分も有効長があれば大体の列車は入るね。まあ来ても2両だから過剰設備感は否めないけどね。それじゃあ恒例の駅名表でも見ていきますか。南上城、駅ナンバーは16、何度も言ってるけど、白馬村最初の駅になるね。ここのアルクマは。あ、カモシカか。一瞬なんだかわからなかったわ。てか、本当にこれアルクマか？普通に謎の生物にしか見えないんだけど。まあそんなことはいいけどマジでなんなんだ。南上城の一つ南は柳場駅。柳場駅の時に行ったと思うけど、もともと柳場スキー場前駅があったから張り替えられてるね。恒例企画、その2、続いてキロポストと各主要駅までの運賃の紹介ね。あ、戻ってきた。休憩ありがとうございました。全く反応ないと思ってたら休憩しとったんかい。私もいい休憩だったぜ。ダッシュオウム。これが南上城駅のキロ表示になるわ。起点駅である松本駅からは 52.8 キロ。終着駅の糸魚川までは 52.6 キロだから。ここが大糸線の中間地点と言っても過言じゃないね。そんな南上城駅の各主要駅への運賃はこちら。松本990円。豊島860円。穂高680円。信濃松川510円、信濃大町330円、白馬210円、南小谷330円、糸魚川990円だな。最速所要時間も松本まで1時間22分、糸魚川までは1時間31分と大きく変わらなくなってきてるね。だんだんと糸魚川の方に近づいてきてる感じが強くなってきたね。糸魚川に近づくにつれて環境はさらに厳しくなっていくけどね。続いてこちらは時刻表。昼間のスカスカ具合どうにかならないもんかね。それでも、朝の松本方面と夕方の糸魚川方面はある程度本数が確保されてるからいいんじゃないかな。個人的には日中は2本くらい快速設定やればいいと思うんだけど、やっぱこの区間の輸送密度じゃ無理なのかな。特急白馬とか特急アルプスを通年設定にして1人当たりの客単価を上げる手もありそうだけど、どれだけの利用者が上げられるかによるわね。素人目からすると難しい問題だな。ホームの南端はこんな感じ。マジで山の中に行くための踏切があるんだけど、絶対に行きたくはないけど先に何があるのかは気になるな。100% 無理だけどね。
ホームも見てきたのでロータリーまで戻ってきたわ。あれ？最初入った階段と違うけど、二つあるのか？二つありますね。今降りてきたこっちが駅の正面の階段になるわ。ただ、雪とかが降るともろに積もって通行できなくなるという弱点が備えられているわ。対して、ホームに行くときに登った階段は屋根がつけられているので雪が積もっても安心だし、雨が降ってても濡れることはないわ。そうなのか。え？じゃあ降りてきた階段に屋根つければ一つでよくね？そんなところの理由まで知らんて。あっちのログハウスみたいな建物にも行ってみようよ。あっちも駅のものっぽいし見に行ってみますか。あ、トイレか。いやでもこんな山奥の駅にもしっかりとしたトイレがあるのすごいぜ。それもログハウスで結構な大きさがあるし。夜使える？って言われたら微妙だけどやっぱないに越したことはないわね。ほんとありがたい限りだぜ。そしてこれは周辺の地図かな。お店だったり旅館だったりが書かれてるみたいだね。てか、テニスコート多くない？短距離に3つもあるのえぐい。あとは佐野坂スキー場までの道のりだったり書いてあるね。今どれくらいの人が南上城からスキー場にアクセスするかわからないけど、やっぱりこういうのがあるとどう行けばいいかとかがわかるから安心感はすごいあるよね。大町駅にも商店街マップみたいなのをこの大きさで作れば目立ちそうじゃない？飲食店とかだったらおすすめ品とかの写真を出せば、何を提供してるとかわかっていいかもな。それじゃあ最後に南上城駅の歴史について少し話してこの動画を終わりにしたいと思うわ。この駅の開業は1942年12月5日、柳葉上城間の延伸が1930年10月25日になるから、だいたい12年経ってからの開業ってことになるね。1942年って言うと太平洋戦争中か。当時の駅って戦争の影響で営業休止になる駅があったって印象が強いけど、この駅は逆に戦争中に開業した駅なんだな。戦争中でも開業できた一番の理由は、柳葉上城間の 7.0 キロに中間駅がなく、利便性に欠けるからという理由から、地元の請願を受けて開業に至ったみたい。そういえば柳葉から上城までの区間にある途中駅はこの南上城駅だけだな。上城までもちょっと遠いしある都内では雲泥の差があるのか。そして、1987年4月1日に JR 東日本の管轄に変わったわ。そのおかげで1995年7月3日、JR 東日本最西端の駅としての印が付けられるようになったわ。ある意味国鉄時代じゃなかったことだもんな。2014年11月22日、上城断層地震によって同月25日までは運休に。確かこの地震で柳葉南上城間で液状化の被害があったんだっけ。震源から近かったこともあって大きい被害が出てしまったわね。ちょっと早い感じがするけど、今回の駅訪問は以上ということで。あ、もう終わりなのか。ここまで7分ってかなり終わるの早くないか。いつもなんやかんやで編集してると10分とか超えちゃうから、今回は動画時間を短めにできるように作ったらなんか思ったより短くなっちゃったのよね。あ、そういうことね。短めの動画なら横動画の投稿ペースを上げられるかなっていうちょっとした実験も兼ねてるわ。なんせ作りたくても作ってない春休みの素材が残ってるわけだし。それいつまで温めておくんですかね。まあいつか上がると思うから。これ上がらないやつだ。まあそんなことは置いといて、今回の動画もどうだった？南上城についてもっと知ってることとかがあったら、ぜひコメント欄に書いてってくれだぜ。チャンネル登録や高評価の方もよろしくお願いします。それじゃあ次の動画で。